こんにちは、バーテンダーの直人です。今日は昨日うちの若い子から世界で一番売れてるウイスキーはシングルモルトグレンフィディックなんですかというお話をいただいたので、それについて改めてお答えしたいと思います。結論から言います。答えはノーです。シングルモルトという括りの中であればグレンフィディック、グレンリベット、このどちらかが1位になるのですが、あくまで日本では軽視されがちですが、シングルモルトはブレンデッドウイスキーのために作られているものです。なので売上ランキングを考えると当然上位にはブレンデッドウイスキーが来ます。スコッチウイスキーの売り上げは1位ジョニー・ウォーカー、2位バランタイン、そして3位はシーバスリーガルとなります。では他の国のウイスキーの売り上げを見てみましょう。アメリカンウイスキーだと1位はジャック・ダニエル、2位がジンビーム。世界4大ウイスキーで見ると1位がジョニー・ウォーカー、2位がジャック・ダニエル、3位がジンビーム、4位がアイリッシュウイスキーのジェームソン、5位がカナディアンウイスキーのクラウンロイヤルとなります。それではもう少し視野を広げます。質問はあくまで世界で一番売れてるウイスキー。実はジョニー・ウォーカーは世界の売上ランキングだと5位です。世界4大ウイスキーが勝てない1位から4位の国はどこなのか。それはインドです。インドはもともと大英帝国の支配下であったこともあり、とてもウイスキー馴染みのある国です。さらに船での長旅、これは多分ビールよりもウイスキーはあったんだと思います。なので1位はインドのウイスキーマクダウェルズ、2位オフィサーズチョイス、3位インペリアルブルー、4位ロイヤルスタック、すべてインドのウイスキーになります。もちろんウイスキーの消費量も世界一の国です。しかしインドのウイスキーはきちんと作っているものもありますが、ほとんどは日本と同じで約 10% ほどウイスキーをスピリッツに合わせるとウイスキーを名乗ることができます。特別な定義がありません。なので個人的には世界一売れているウイスキーは正当なジョニー・ウォーカーだと思っています。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、世界一売れているウイスキー、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、高評価、そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。